はい、皆さんこんにちは。今日もサブシステンスやっていきたいと思います。前回の続きですね。ちょっと時間が空いてしまいましたが、車を作ってる最中でしたので作っていきましょう。電力の方が、結構溜まってきましたので、おそらくボディキットの方は、完成させることができるのではないかと思います。まあ、500ぐらいの電力で確か 10% 進むので、こちらの方は作れると思います。さあ、これでボディが完成するのかな？あと電力は500までしか使えませんので、あと600ぐらいありますね。さあ、あと 3% なので、まあこれは完成いけますよね、きっと。さあ、あと 2% です。50で 1% なのかな？さあ、99% ということで、結構残していけそうですね。さあ、はい、ボディの方が完成しましたね。続いて、こちら、ホイールの方を作りなさいということで、ボルトの台が8個、そして高度な部品が4つですね。貯めなければいけません。なんか途中作ってあったと思いますね。ただ、これ高度な部品は足りるけど、ボルトの方が足りませんので、まあ、あと6個ですね。作っていきましょうか。こちらですね。パーツの方が揃いましたので、ホイール作っていきたいと思います。よいしょ。さあ、これもですね、電力を食って、作る感じですので、またしばらくですね、ちょっと電力を貯めながら、こちらの方を進めていきたいと思います。はい、ではですね、あと10% 分の電気はあると思いますので、こちら完成させていきましょう。現在ホイールにタイヤの方は3つついていて、あと4つ目をつける、あ、つきましたね。パーセンテージが上がるごとに1つずつかな、ついていきましたので、もうすぐ完成となります。いやー、それにしてもちょっと壊されてしまったので、こちら土台の耐久値1200ほどありませんね。またしっかりと直していこうかと思います。さあ、あと 5% ですね。250ぐらいの電気を使って、5% 上がりますので、まあ、これは余裕でいきますね。さあ、これで第5段階まで終わることになります。最後はシートと電子部品ということで、こちらを作っていけば、ようやく車の完成ですね。さあ、どうかな。さあ、出来上がりました。ホイールの方が出来上がりましたね。まあ、これ途中でタイヤついたので、ほとんど中身は変わっていません。さあ、最後の1個見ていきましょう。あ、部品変わった。車のバッテリー、そして、回路基板。あ、バッテリーはないな。回路基板とキルティング布。高度な機械部品ですね。ああ、そうなんだ。ボルトいるのかと思って、ボルト作ってしまいましたが、途中までちょっと作ってたんですけどね、これいらなかったですね。ということで、こちらの方を、機械部品の方はあるな。そしてちょっと喉乾いてますので、飲みましょうか。よいしょ。ちょっと熱いなってますね。ちょっと防具外しましょう。どれぐらい外せば OK かな。いや、全然熱いの治らない感じですね。まあいいや。で、あとは何だっけ。あとはこれで高度な機械部品は揃ったと。キルティング布と回路ですね。あるかな。回路基板はありますね。ちょっと下の段に並べておこうか。あとは、なんだ、バッテリーかな？バッテリーがないんですよね。これを作らないといけないと。普通のバッテリーが6個に合金板。合金板はありますね。そして電気部品ということで、まあそれはあるね。電気部品もあるので、まあ問題ないですが、バッテリーの方がないな。機械、電気部品の方もありますね。問題なしと。いやー、あとはキルティングの布か。さあ、キルティングの布も8個しかありませんので、作らないといけませんね。布2の、綿、そして羽と。
これぐらいならすぐ作れるはず。ということはバッテリーがないんですね。車のバッテリーを作らないとダメですので、車のバッテリーの方を作りましょうか。どうしようかな。確か普通のバッテリーが何個か4つは持ってますので、あと2つか。あと2つ作りましょう。2つ作るのに、電力700。そして、銅が、亜鉛か。亜鉛が6なので12ですね。そしてカリウム。カリウムはめちゃくちゃあるので問題ない。接着剤の方もありますね。なので問題ありません。これとカリウムということで、あと質量が足りないのか。質量の方が50も使うんですね。ということで、ちょっと部品の方を集めていきたいと思います。さあ、電力の方が500溜まりましたので、最後の部品組み立てていきましょう。さあ、あとはこれもいつも通りですね。車が出来上がるまで電力を消費し続けるということですので、まあ、こちら、もう材料の方は全部揃いましたので、あとは電力貯めて作っていきましょう。はい、それではですね、電力の方が溜まっています。まあ、あと 5% なんで余裕だと思いますが、再開して完成を待ちましょうか。さあ、もう完全にこの状態でももう乗れそうな気はしますね。よいしょ。さあ、あと何パーセントだろう。あと 2% ということで、まあ100ぐらい電力消費すれば完成なのかな。99だ。最後ちょっと見よう。正面から見ましょうか。どこだ？ああ、ちょっと一回りなんか大きくなった気がするな。名前がないって言って、なんかちょっとでっかくなった気がしますよね。ということで、乗ってみるか。すごい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 。降りるときは、ああ、なるほど。こういう感じなんですね。出来上がるとこんな風になるのか。アップグレードもできるみたいですね。ガレージのリモコンということで、まあ、こういうなのが作れると。アタッチメントは何だろう？あれかな？今のリモコンがつくんですかね。で、スキンも変えられると。で、修理に必要なのは高度な部品とボルトですよと。ガソリンがあるのかな？ガソリン、ガソリンないね。ガソリンがありませんので、ガソリンも作らないといけないのか。アルコールと、油ですね。アルコール、よかった。1個だけあった。これで作れるので、これを作ってみましょう。OK。それとですね、ちょっと自分こちら、車を作るときに向きがわからなくて逆に作ってましたので、まず車を出さないといけないですよね。ということで、まずここを、ぶっ壊していきましょうか。ここ取り除く。もう一個取り除かないといけないのかな。ちょっとここ攻められるかもしれないんで嫌なんですけどね。まあいいでしょう。よし、これで OK。で、ガソリンができてる。10できてますね。これどこで入れるんだ？ガソリンはどうして入れるのかな？ 5 番、6番。6番入らない。ここかな？アタッチメントとかに突っ込むとかですかね。違うな。さあ、こういうタンクもあるのか。そうですね。トランクもある。そうすると、あれかな。ガソリンタンクとかもあるんでしょうかね。ないな。よし、これ乗る。で、ガソリンはどうやって入れるんだろう。さあ、ちょっといろいろやってみましょう。さあ、なんとなくここに入れれそうですね。正面から見たら、マークがエンジンのマークになりましたので、ここに入れてみましょう。入った、入った。その他にもバッテリーとオイルかな、何かがありますね。で、横からやるとハンドルモードということで行きましょう。よし、エンジンかかったぞ。これ、シフトもあるのかな。危ない危ない危ない。落ちる落ちる。ちょっと作りがかなりやばいんですよね。落ちるかもしれないけど、頑張っていってみるか。よし。よし、降りれた。さあ、これ、速度はどうやって変えるんだ？降りちゃったな。何ボタンでギアを変え、ギア変えれますよね、きっと。少しいじりながら行くか。他には、キーボタンでは、どこがいけるんだ？
ギアの切れ方、あー、なるほど、マウスのホイールか。マウスのホイールで、ギアが入れれますね。さあ、そして、ここから入れる。さあ、どうだろう。狼さんがいますが、結構難しいな。ギア入れるタイミングが難しい。回転数が一応あるみたいですね。なので、回転数が合ってないと、そこまでギア入れてもダメみたい。上り坂は結構きついですね。よし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 。あ、でも結構2速で行くと、進めるな。さあ、これで動物とか引いたらどうなるんだ？さあ、熊さんにとりあえず体当たりだ。あ、熊さんだ。熊さん引き殺すことができますね。危ない危ない。さあ、その代わり、あれか。こちらの車の耐久値もめちゃくちゃ減りましたね。よし、下り坂で最大加速で行ってみよう。さあ、こんな感じですね。いや、早い早い早い。下り坂はめちゃくちゃ早い。さあ、どこでも行けそうな気がします。危ない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 。危ない、ぶつかるぶつかる。あー、やばい、なんか引いちゃった。鳥さんかなんか引きましたね。よいしょと。ちょっとギアを落として速度を遅くすると。いやー、なかなかこれ便利ですが、使い道がよくわからないな。どこ行くんだろう。遠くに行くときとかは便利なのかもしれないですけど、ま、遠くに行く理由が今のところないんですよね。ただ移動はかなり便利だから、宝石とか探すのにはいいかもしれないですね。さあ、あとはハンターさんのお家とか行くときもいいかもしれません。ではこのまま戻りましょうか。ちょっとね、戻るのも怪しいんですけど。よいしょ。これ頭から突っ込んでも大丈夫なのかな？ちょっと車庫入れが厳しいですね。よいしょと。こんなもんでどう？じゃあ降りてみましょうか。ああ！降りると勝手に向きとか直ってくれますね。ここへこんでる状態ですが、どれぐらいかかるんだろう？修理に。これ修理入れると、全部出るのかもしれませんが、まあ今ちょっとパーツがないんでね、入れることができません。はい、ということで、かなり時間かかりましたが、なんとか車の方出来上がりました。これで一応ですね、作れるものは、あとは何だろう。ハンターさんの拠点を壊すやつがまだ作ってないぐらいなんですけど、まあ特にハンターさんの拠点壊す必要性もないですし、まあ、エレベーターとかもまあいらないかなと思っていますので、サブシステンスは一応こちらの方、これで一旦終了としたいと思います。また大型アップデートとか大きく変更が来たら、こちらの方再開してみたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。